すぐだ。東京の土は美味しくない。バルモンは土から栄養を補給するから、土はご飯みたいな。まあね、なんてまずいのかな。あのね、この辺はちょっと前まで海だったのよ。あれ、バルモン、ぬいぐるみってごまかしても。趣味が悪い。パパ、こんな時間に何してたんだ。この霧で電車が遅れてね。さあ、おかえり。ママ。ママ、今日キムチチャーハンにイチゴと生クリームのトッピングよ。いいね、美味しそうだ。いっぱい食べてね。54点。元気出せよ。人生山あり谷ありさ。今日は居残りだって。おかしいな。テール、明日まで待つ。ひかりちゃん、眠れないのは大気。ごめんなさい。兄ちゃんに任せておけ。どうした千代か。あ、石田さん、大変っす。うちの。何？原因は不明です。電話や携帯も繋がりません。決まってるだろう。知らん。わかりました。はい。霧が出ているのはお台場だけっす。そろそろ今日。大丈夫か、アグモン。タイジ。え？こっちに隠れよ。ああ。なんだって。嘘じゃない。驚いたな。それにしても、一体何が起きてん？俺も親父に叩き起こされて、ここに隠れてろって言われて。親父によると、お台場全体を。お台場全体が。きっとパンでも。光を捕まえるために。子供も大人も。くっ。私のせいなの。違う、お前が悪いんじゃない。でも。いいか、ひかり、あとはお兄ちゃんに任せて、ここでじっとしてるんだ。ヤマト、しばらくひかりを預かってくれないか。ああ。ひかり、お母さんたちを必ず助けてくる。お兄ちゃん。ああ、任せておけ。変なこと聞くようだけど、ソラ。全然、ソラ言ってた。あの子、こんなにた。ねえ、ミミ、ダメよ。ミミちゃん、
たちが。落ち着きなさい。今頃あの子たちが。安心してく、ソラッチ。その恐竜なら。いいですね。その隙、女性。あの。はあ。おい。あなたは黙っ。もしうちの夫が死んじゃったら。はいはい。わかっ。よかったわ。粗大ゴミを処分したデッドスクリーン。信じよう、小四郎を。あなた。じゃあ、行ってきます。気をつけて。はい。このテレビ局のどこか。こちらだけに。確かにそう。まずい。しまった。やろうと思った。ジョーさん、タケル君、一人で来たのかい。そうか。ジョーさんを塾に行ってる。ねえ、あの、おそらくお兄ちゃん。僕は何としても。僕も行く。これさ、わあ、ゴマモン。頼むよゴマモン。オーケー。
タケル！あ、ママ、タケル！危ないから降りてらっしゃ。大丈夫だよ、ママ。あの、はじめまして。タケル君は僕が責任を持ってお預かり。お兄ちゃんやパパのところに。タケル君、酔ったり。なんだかジョーさん、お母さんみたい。日の出桟橋に残してきた僕が責任を持って預かるって。もうジョーん、どうしたのジョー。今向こうで何。え、ほらあのあたり。ジョーさん、ついに進化できたんだ。上がる前に、わあ、これじゃあ私をテイルモンのと誰だ。あそよく見えないけど、私はフリ。お前バンデモンの手下じゃ。怪我してるみたい。見て、紋章。これはなんだって。8人目の紋章。いえ、みんなをどこに。大地、空、国際展示場。国際展。そう、くそ。分かった、行くぞ。そろそろ大地。ヤマト、空。ここだって大地に聞いたの。みんな国際展示場に捕まってるのよ。Thank you.
った。待って。悩んでも仕方ないわ。そうだな。